豊川純也は日本の自動車先駆者。日本で初めて乗用車の本格的な生産を行った。大友号。国立科学博物館の展示。三菱財閥の重役であった豊川良平の長男として東京市本郷に生まれた。父方の祖父、小野徳寺は三菱の創業者である岩崎弥太郎の母、三輪及び三輪の姉で岡本康史浦の妻。 時の兄弟である。幼い頃から機械に興味を持ち、父親の紹介で、海軍交渉、陸軍交渉、造船所、鉱山等を見て歩いた。1907年に、東京高等工業学校に入学したが、確一的な教育になじめず、中退。1912年に、自らの工場、白洋舎を設立する。 1915年に視察、研究目的で渡米帰国後に自動車製造に取り掛かり、同じく東京高等工業出身の弟、豊川二郎、後に日本内燃機を設立する牧田鉄次らの優秀な人材を集め、研究、試作を続けた。1921年に空冷 780cc と水冷 1610cc の2種類の アレス号の試作を完成させた。当時はまだ世界的にも珍しかった空冷アレス号は1924年、豊川家の先祖の姓、オートモとオートモビルをかけて、オートモ号と解消され、発売された。オートモ号は、東京大阪間40時間ノンストップ走行の、成功、東京、須崎で行われた自動車レースに、唯一の国産車として出走し、予選1位。 結晶2位の高成績を収めるなど、その高性能と信頼性を大いにアピール、販売面でも、女優の水谷八重子らをモデルに起用したカタログを作る、等の努力を行い、日本製乗用車として初めてまとまった数が生産されることとなり、1927年までに約300台が生産され、上海へ輸出もされた。しかし、当時日本に工場を建設して、 ノックダウン生産を開始したフォードやシボレーには、価格面でも性能面でも歯が立たず、1927年に、白洋社は解散、純也自身は自宅に、豊川研究所を作り、自動車や歯車の研究を続け、第二次世界大戦中は、中島飛行機の顧問も務めた。1965年3月7日、78歳で、没した。妻の子は、神田内部の三女である。 ありがとうございます。